リニューアル工事で見学ができない道庁赤レンガ庁舎に代わる仮設の見学施設がオープンを前に報道公開されました。シンボルのとんがり帽子の屋根が間近で見られます。ありました、赤レンガ庁舎のシンボルのとんがり帽子の屋根ですけど、下から見上げてると丸いのかなと思いきや、実は見てください、屋根八角形になってるんですね。これは上からこうやって見下ろさなければ見えない景色、今しか楽しむことができません。赤レンガ庁舎のトレードマークともいえるとんがり帽子の屋根、実は八角形で八角塔屋根と呼ばれています。施設の目玉は何といってもこの八角形の屋根。地上33メートルにありましたが、去年工事のため取り外され、3階建ての施設の吹き抜け部分に置かれました。1階で見ると屋根の大きさに圧倒され、2階に上ると上から見下ろすことができます。そして3階では屋根の先にある北海道の旗を見ることができます。また各フロアに1888年明治21年に完成し、国の重要文化財でもある庁舎の歴史を学ぶパネルやレンガなどの建材が展示されています。実はこの見学施設、オープン準備中の去年10月に火事がありました。この八角塔の屋根も火元の近くに保管されていたため心配されましたが、被害はなかったということです。道は火災の原因についてはわからないとしています。この火事を受けて床や壁に燃えにくい建材を使い、防犯カメラを取り付けるなどの対策を講じました。非常に残念というか、申し訳ないというところもありますけれども、こうした形で再度安全対策も講じながら、公開させていただきますので、ぜひ皆さんで来ていただければなと思います。窓越しに赤レンガ庁舎の工事の様子も見られる見学施設、大型連休中の6日にプレオープン、7日から終日で公開されます。